どうしよう。どう盛り返そうか。くるくるちょもちょも。くるちょもちょも。今日はいい日だね。最近コンビニの前多い、くるぶしです。和音で買おう。ちょまですOK! 真心ってなんだろうな、本当に。バーガーさん、宣伝しておきましたよ。始めました。よろしくお願いします。今日の企画は、くるちょもチャンネル、コンビ愛を確かめよう。もうそんなもん、今さら、確かめんでも、十分伝わっとるやないか。はい、いやまあまあ、そうなんですけども。うん、ということで今日もバーン。アンナルに入れた。たまには二人でバドミントンをしてみようじゃないかと。おーおーおーいきなりなんですけど。バドミントンで愛を確かめる。そう。すっげえ。10回ラリー。できます？バドミントンとか得意ですか？俺もともとテニス部なんですけど、はいはいはい。バドミントンってむずくない？それこそ競技じゃなくて、もう公園で遊ぶようなバドミントンしかしたことないですよ。あー、まあそうっすね、うん。俺、シャトルの動きがちょっと読めないよね。あー、キューンって感じだもんね。球はさ、なんかわかるやん、こう。卓球もだからなんとなく上手なんよ。バドミントンだけ。バドミントン。ダメ。まあまあ、そこはね、俺バドミントンはプロ級にうまいんで。じゃあもうちょっとね、俺がもう下手こいても、ちょっとクルちゃんが。ああ、もう全然大丈夫です。フォローしてくれる。そこで愛を確かめるってことですね。そうですね。うわあ、いい企画だ。見事、10回ラリーをね、成功させたいと思いますんで、それでは行きましょう。ラリーゴー。じゃあ10ラリー。10ラリー。これはやばいぞ。すごい。オッケー。だいぶ掴んできた。悔しい。これちょっと、もう、目に見えてるんですね。おい、あ、どうしよう。これ帰れないぞ。危ないな。6789
対やったらあかんいきますよ。あ、ごめん。段階スイング。やばい。感覚が全然。どっちもちなんやろ。こうか。あ、ごめん。あずあずちょっと絶対筋肉痛なんだけど、あっつもうお尻痛いもんこけたねあれめちゃくちゃおもろかったけどいやー意外と難しかった、うん、俺ちょっとねできないかと思った。マジでいやほんまにほんまにほんまに、うん、ちょっとずつお互いなんか掴んでいって、うん、いやでも俺最後俺で終わる嫌やったわ俺返したかった、あれ11行きたかったいやーまあでもねコンビ愛を確かめるにはいい企画だったなと、思います。バドミントン、2人とも苦手でしたプロ級打ってたのにそうや、そういえば忘れた。全然俺全然普段も嫁より下手なんで内緒にしてたんですけど、まあ今回はね無事に、10回できたということで、これからもね仲良くやっていきたいと思います。ぜひこの動画への、高評価チャンネル登録などよろしくお願いいたします。私からは以上でございます。なんだ今日もうね若干J のせいでね疲れが見える J のせいですじゃあまたねちょっとこう行楽日和になってきたので、お外で遊ぶ企画もやっていこうと思います。はい、ということで、はい、本日もありがとうございました。演出者には気をつけろよ。